こんにちは。クエックハイドサムウェアというゲームです。Press X to see connection when showing connection the win condition won't trigger。 なんだこれ。うるさい。なんか気持ち悪いね。なんでこんな動き出すんだ。なんかわかんないけど、そういうパーツになってるっていうのはまずある。ここで見えたこの形のパーツに分解されている。で、次は、じゃあ何がしたいのだんだよな。どっかに隠れろって言ってるから。どっかに隠れるのかな。くれる。これで引っ掛けられるけど、引っ掛けられない。これを引っ掛けるのはあの上のパーツ。先にあの上のパーツを引っ掛けて持ってこないといけない。この形を右に持っていくには、上の上のパーツを必要としてる。
あ、ゴールが何すればいいのか分かりにくい状況はあんまり良くないようなよね。なんか書いてあるのかな。いや、ヒントと答えが隠されてる。基本的に自力で見つかるはずって言ってるのか。最初に取れる動き方が見えないんだよね、まだ。上の四角のパーツとここにあるこのパーツを移動させる行動が取れないらしい。ハイドっていうのはあれかな？俺がこの箱の中に隠れきることが目的なのかな？なんか、完成形のイメージだけでもいいから、ちょっと置いてくんないかな、これ。わかんなくない？やるべきことわかんない状態で、この精密な動き方をやらせるんだよ。で、今悩んでるのは、この上の3つの物体を取り出すためのブロックが見つかんないなーっていう状態。このブロックを使えば右に持ってけるんだけど、このブロックの、そこのくぼみに引っ掛けるこれを持ってくるには俺では無理だから、俺じゃない物体がそれを引き受けないといけないんだけど、それをするブロックがないでしょう。って話。なんか勘違いしてるかな。これとこれを組み合わせるやつはできないんだよな。ここに俺が入れないから。ここに引っ掛けるものが欲しければ別のものが欲しくて、これが入るんじゃないのかなーって思ってるけど。あ、じゃあこれ普通に持ってくるんだ。俺足で持ってくるんだ。なんだ。わあ、そしたらそこにこれ引っ掛ければよかったのかも。ああ。一番下でいいのかこれ。
いや。逆か？これ先にはめるべきだったのか？ここの2つの動き方逆で？これにこれを入れるときに、これを先に入れる？そこの出っ張りにこれを入れる？同じこと言ってない？違うって、逆だって。先にこれを入れるのよ。で、そこにこれを入れて、あ、入んない。上のこれは取れるんだよね。ただの横棒。ただの横棒。ヒント見てくるわ。ちょっと分からんし、分からんから何をやればいいか分かんなくて、ゴールが分からない、ゴールが分からないので動き方が分からないので今やることが分かんない、今やることが分かんないからあんま面白くない。
答えを見る感じだと、このサムネイルがヒントで、プレイヤーがいないように、プレイヤーがいないように見えるように、盤面を作らないといけないっていうことらしい。でここに箱があるよねみたいな。そうだわな。こうなってればなんか隠れてるように見えるよね。だからあの下半分の棒は欲しいよね。でも四角形は作れないので、っていうどこで隠れるか、どのパーツをどこに持ってきたいかをパズルしないといけないのだな。この赤色のない面にも足場があるから、それも含めて考えないといけない。という感じのゲームらしいです。あ、これはなんか最後までやらなくていいかな。なんかネタが分かっただけでも、そういうことがやりたかったんだっていうのが分かっただけでなんか満足してしまったな。これをこれからじゃあじっくりパズル やっていきましょうねっていうふうには。自分はあんまりならなかったね。まあ、時間のある人はクリアまでやってみてはいかがでしょうか。